電動サンダーは木材、金属の研磨、塗装剥がし、錆落としなどに使用される携帯式電動工具である。実規格における用語としてはサンダー。主なタイプはオービタルサンダー、ランダムサンダー、デルタサンダーなどがある。サンディングディスクを小刻みな振動、または回転させることにより研磨を行う。携帯式オービタルサンダーを最初に開発したのは 1951年にドイツのフェスト社で現在サンディング作業現場で一般的に使われているダブルアクションサンダーの原点である。フェストゥール社は1965年にはすべてのサンダーを人体に有害な粉塵から守るため強制休護ミスル囚人式にしている。世界初のランダムアクションサンダーは1988年にボッシュ社が開発した。 ベルトサンダーは1926年にポーターケーブル社のエモンズによって開発されたオービタルサンダーランダムサンダーベルトサンダーオービタルサンダーサンダーの中で最も一般的なタイプ四角形のサンディングディスクを数ミリメートルの小さな振動により動かし材料を研磨する材料を削るほどの力はないが塗装前に表面を平滑に仕上げたりフローリングの ワックス落としに適している。使用時はサンダーの動きに合わせて軽くするように材料の上を動かして研磨する。強く押し付けるとディスクが目詰まりを起こしてしまうため、研磨面にいくつかの穴があり、研磨くずを吸引できるようなタイプの製品が多い。ランダムサンダーランダムアクションサンダー、ランダムオービットサンダーと呼ばれることもある。サンディングディスクは円形でオービタル駆動しながら、 ディスク全体が回転して材料を研磨する。オービタルサンダに比べより力強い研磨が行える。木の粗いサンドペーパーを使用すると検索に近い作業もできるので金属の錆落としや塗装前の下地処理も可能である。デルタサンダサンディング面が三角形のサンダ。三角形になっていることにより狭い隅部分の研磨も可能である。サンディング面の動きは 細かな振動であり、使用時はゆっくりと軽くするようにして操作する。サンディングペーパーの種類も豊富で、木材の磨き用、艶出し用だけでなく耐える磨き用もある。ベルトサンダーベルト上に繋がれたサンディングベルトを連続的に循環させ、研磨する。広い面を研磨できる上、ベルトが一定方向に移動するので研磨くずの排出能力が非常に高く、作業スピードも速い。 ベルトを支える部分が金属製のため、きれいな平面加工が可能である。上下逆にして、作業台に取り付けることで、卓上サンダーとしても使用できる。サンディングベルトは、木工用、鉄工用、石材用など材料に合わせて、専用のものを使用する。ディスクサンダー回転のみで研磨を行うタイプ。グラインダー自由検索版も、参照系セラインダストリアルツールズ。 後期ホールディングス、マキタ、ボッシュ、ブラックデッカー、フェストゥールデュオルト、フェストゥールヒストリー株式会社ハーフェルジャパン、電動工具、フェストゥール、ボッシュ電動工具の歴史、ポーターケーブル社の歴史、ありがとうございます。